ほい、よっしゃ、松浦です。はい、今日行くのはどこでしょう。はい、ここです。まず一つ目、すごいやつがおるって言うんですよ。逆の意味で、自称ラーメン界日本ナンバーワン、そしてスーパー勘違い野郎、そして元俳優、そして卓球初段、いろいろな経歴を持つラーメン屋さんがとあるところにあるって言うんですよ。相当調子乗っとるみたいで勘違い野郎なんですよね。そんなやつに僕は今日会いに行きます。それは誰か。広島県東広島市黒瀬町菅田 2-3 ラーメン松浦に今から実食をしに行きます。こいつなんかめっちゃ調子乗っとるらしいんで、なんか噂によるとラーメン屋で作ってる時はめっちゃ真面目にやるらしいんですよ。くっそ真面目なのに、いざラーメンが終わったらパンパンパンみたいな、なんかパフォーマンス持ってるみたいで、で一番はこれらしいです。気持ち入ってる、うわ気持ちみたいな。もうしっかりラーメン作れよ、待っとけ松浦。じゃあの待っとけよ、バイバイ、ゴー。着きました着きました。でも実はちょっと緊張しとる。うわ、でこいつ売り切れらしいんですよ、この店。今日売り切れなんですけど、売り切れなんですけど僕のために一杯作ってくれるらしいです。ちょっと安いとかあるんですね。なんかラーメンだけは熱いとか言っとって、ほんまかいのこいつ、マジで熱いんか。松浦待っとけよ、行くで。じゃあ行ってみましょう。よしよし、行こう行こう、ノープレー、行くで、プレー行くで。よし、行ってみよう、行ってみよう。あれ、いらっしゃいますよ。いらっしゃいます。なんか、なんかサンマ醤油って言ったよ、サンマ醤油。サンマ醤油、サンマ醤油と肉ライス。よし、よし、オッケー、オッケー。食券お願いします。はい、いいよ。はい、お願いします。はいよ。サンマ醤油でよかったですか。はい、どうぞ。美味しいですか。サンマ醤油美味しいですよ。一番人気じゃないと思いますけどね。鼻毛出てるよ。ありがとう。あんまり注文なかったのやめてもらえますか。次は集中したんですよ。まだ映してくる。映すね。もうできるよ、集中。もう一杯、一杯に気持ち入れる。よし、来た。ここ、ここ。オッケー、行くよ。メガネ配った。メガネ配った。オッケー、オッケー、オッケー。切れた。ここ、ここ勝負。勝負、勝負、勝負、勝負。一杯に行こう。オッケー、ここ早く。お客さんのところまで早く。美味しいものを作る。お客さんに美味しいものを作る。お客さん、お客さん、お客さんがすべて。ここも早く、盛り付けも早く。パッパッパッと。パパパッと。オッケー、完成。お客さんお願いします。気持ち入れて持ってってよ。気持ち入れてよ。はい、着きました。いただきます。いただきます。That's made of all that we find.
getting close. Racing through the waves, I want to be where nobody knows. So take me, baby. ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんだあいつめっちゃ真面目じゃん。なで、あれじゃん、真面目なふりして、あの営業終わったらパー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 とかしちゃう。一人がどんなやつなあいつ。頭がちょっとネジが3本ぐらい抜けとんかよの思わん。思うじゃろよ。でもまあでも言っても悪いしな思ってびっくりした。でもね、思うよ。俺思った、あいつ性格出とるわ。ラーメンに食ってみ、めっちゃしつこいで。味がしつこい。うぃー、うまかった。しつこかったね。帰ったんさっきのやつ。はい、帰りました。帰ったんかあいつ。聞いて、なんなん、こう見えてすっげえ感謝してます。親子です。仲良しです。実は仲良し、ビッグスター、ワンビッグ。どの口が言うのかしら。